チャプター8、12月25日、1980年。12月25日、木曜日の朝。目覚めは悪くなかった。体の中にはまだ昨日の酒が少し残っていたが、ベッドから起き上がって、冷たい朝の空気に体を触れさせると、それもすぐに消えた気がした。俺はブラインドを開けて窓の外を見た。夜中から降っていた雨は朝のうちに止んでいた。水滴の残ったガラス窓の向こうには雨上がりの街の景色が見えていた。雨上がりの街並みはしっとりと美しく、俺は窓に手を当て、ガラス越しの景色にしばらく見入った。その間、なぜか頭の中には、昨日の夜聞いた約束が流れていた。ふと思った。あの古いレコードを聞いて、俺はどうしてあんなに懐かしい気分になったのかと。そうだ。俺はあの曲をどこかで聞いたことがあった。服を着替えてソファーに座り込み、俺は薄れかけていた遠い昔の記憶の糸を手繰り寄せてみた。やがて俺の頭の中には25年前のあの夜の情景がはっきりと浮かんできた。そうだ、あの時ラジオから聞こえたあの曲は約束だった。あれは親父が死んでマンハッタンに移り住んだ後のことだった。夜中にふと目が覚めると雨の降る音が聞こえていた。俺はベッドから抜け出し、カーテンの中に潜り込んで、その向こうにある窓から少し背伸びをして外を見ようとした。でも窓ガラスは曇っていて、俺はパジャマの袖でそれを拭いて、その濡れたガラス越しに外を見た。窓の外に見えたのは紫色に曇る夜空と摩天楼の夜景だった。それはあの街がどうしても好きになれなかった俺が初めて綺麗だと思ったあの街の景色だった。俺はその景色をどうしてもお袋に見せたくなって、隣の部屋のドアをそっと開けた。ドアを開けると、お袋はまだ起きていて、窓の前に立っていた。俺にはすぐ分かった。お袋も俺と同じように、あの景色を見ていたことが。母さん、綺麗だね。俺がそうつぶやくと、お袋は俺のそばに来て、黙って俺を抱きしめた。お袋のベッドの横にあるラジオからは小さな音で音楽が流れていた。俺を抱きしめながらお袋が言った。父さんはこの曲がとても好きだったのと。顔を上げるとお袋と目が合った。お袋の目にはあの町で暮らし始めて俺に見せることがなかった涙が溢れていた。そうだ、約束はあの時ラジオから流れていたあの曲だった。
最初の風景は江戸にどこにお見舞いに行ったみたいな感じだったけど、そんなことはないのかな。全く話もされなかったけど、とりあえずで、なんか来た電話か。ん？電話だ。電話を取ろう。もしもし。おふくろ。いたのね。いたよ。何か用か？クリスマスに電話してきて何か用かって。用なんてないわ。いないと思ってたから。え、笑わないでね、カエル。なんとなく電話してみただけなの。それだけだから。おふくろ、いないと思ってる相手に電話するなんて、そんな寂しいことするなよ。思わずそう思ったが、それは言葉にしなかった。小包を見たよ。あの野球のボール。あれ、俺が初めて親父に買ってもらった野球のボールだ。カエル、覚えてたのね。ああ、あのボールで親父と一緒にキャッチボールをした。父さん、あのボールとても大切にしていたの。ほら、あなたが野球の選手になりたいって言って。子供の頃そんなこと思ったことがあったな。父さんはあのボールを見ていると、あなたがそう言った時の嬉しそうな顔をいつでも思い出せるって。そうか。でも一緒に入っていった鍵には覚えがなかった。あれは親父が使っていた車の鍵か？違うの、父さんの車の鍵じゃないわ。え、あの鍵は父さんのカバンが警察から届けられた時、野球のボールと一緒にカバンの中に入っていたものよ。あの鍵にどんな意味があるのかは私にはわからない。ただ父さんが最後に持っていたものをあなたに渡しておきたくて。おふくろ、前から一度聞いてみようと思っていたことがある。今それを聞いてもいいか？何を聞きたいの？話してみて。どうして親父みたいな男と一緒になったんだ？え？世間に顔向けできない仕事をしていた男なんかと。どうして結婚したんだ？それは好きになったからよ。あの人を愛していたから、あの人と一緒になったの。あの人と最初に出会ったのは私が働いていた病院だったわ。あの人は怪我をしていて、私はあの人の治療をしたの。患者と看護師か。そうよ、よくある話だわ。あの人と出会った時、私はあの人が何をしているか何も知らなかった。
でもすぐに分かったわ。あの人には誰にも知られたくない秘密があるということが、もしそれを知ってしまえばあの人と別れることになる予感がした。だからあの人の秘密に触れることはなかった。親父とその秘密を知ったのはいつだったんだ？あなたが生まれてから2年が過ぎた頃よ。あの人から全て打ち明けてきたわ。自分の仕事が金庫破りだということをか？そうよ。それを知ってどうして止めなかったんだ？帰る。そうすれば、それから7年、親父が殺されるあの日まで、俺たちが親父が罪を犯して稼いだ金で暮らすことはなかったはずだ。違うのよ、カイル。何が違うんだ？あなたの父さんはあなたが生まれてからあの仕事を辞めようとしていたの。でも父さんの仲間はそれを許してはくれなくて、だから父さんはそれで金庫破りを続けていたなんて、そんなこと許されることじゃない。帰る。俺の本気の声に驚いて、おふくろは黙り込んでいた。俺がおふくろと親父のことでこんな話をしたのは初めてだった。俺はやっぱりこんな話聞くんじゃなかったと思い始めていた。この話は終わりましょう。ああ、カイル、いつかあなたが父さんのことを、そして私のことも許してくれる日が来たら、この話の続きをさせて。おふくろ。そして誰か来た。玄関のブザーが鳴った。誰だ？誰だよ、クリスマスに。スティーブかな。出よう。当たり。お前か。どうだったの昨日は、このスケベ。おはようさん。朝っぱらから何の用だ？相変わらず冷たいな。もう少し愛想よくしたいが、途中で自分だけ抜け出して女とどこかにしけ込んだ野郎相手には冷たくもなる。まあな。まあまあ、そんなこと言うなよ。アイドさん、あれからどうした？マスターと二人で飲んだ。店が閉まった後までな。そうかい。あのマスターめちゃめちゃ強いだろう。あの人と飲むと必ず俺の方が先に潰れる。お前はどうだったんだ？どうって？聞いてやるよ。レティとあれからどうした？どうせそれが話したくて俺のところに来たんだろう。参ったな。お見通しかよ。どうだったんだ？
あれから二人であんたと行った店で飲んだ。いろんな話をしてさ、結構盛り上がって。よかったじゃないか。それがさ、よくわかんないんだよ。何が？何がわかんないんだ？実はさ、ベッティのことを諦めかけてたんだけど、ベッティのやつ、俺が勘違いしそうなこと言い出すし、それからさ、あんたに届けてくれって変なもの預けられたんだ。変なもの？ベッティに何を言われたんだ？ベッティに何を言われたんだ？それがさ、ベッティが少し酔った勢いで言い出したんだ。自分には特別な人と気になる人がいるって。それからその特別な人との関係はもう終わったって。それで俺聞いたんだ。特別な人と気になる人ってどう違うのかって。そしたらベティはこう言ったんだ。特別な人っていうのは胸にビビッときて好きになったやつのことで、気になる人っていうのはビビッとは来てないけど、いつも心のどこかにいて、何かの拍子にそいつのこと考えてしまうようなやつのことだって。それで？ベティのやつ、それからこう言ったんだ。自分にとって大切だったのはその気になる人だったって。それでお前はその話を聞いてどんな勘違いをしそうなんだ？もしかしてさ、その気になるやつってこの俺のことかなって。ベティに聞かなかったのか？情けないけど怖くて聞けなかったんだ。違う感じがするけど。じゃあそのまま勘違いしておけ。そして本当にベティの気になるやつになっちまえ。あ、そっか、そうだよな。ああ、今のお前ならそれもありだろう。おう、ベティに預けられたものってなんだ？ベティに預けられたものってなんだ？これだよ。この手帳だ。手帳？これはレックスが忘れていった手帳だって言ってた。うっかりレックス。付箋いっぱい貼ってある。俺はレックスの手帳を手に入れた。ベティが言ってた。その手帳が何かハイドさんの役に立つかもしれないって。俺にはどういう意味かちっともわかんないけど。じゃあ俺はこれで帰るよ。スティーブは部屋を出て行った。レックスの手帳には何が書いてあるんだろう。気になるな。では普通に人の手帳を見よう。普通は見ちゃダメだよね。レックスの手帳見よう。レックスの手帳を広げた。手帳の中にはこんなメモが書き込まれていた。1967年コンドルが消えた。そしてジャック・グリーンも。ジャック・グリーンってなんだ？ジャック・グリーン？
誰だ？ん？また電話か。電話多いな。出ます。もしもし。電話の向こうからは聞き慣れた声がしてきた。レイチェル。今度はレイチェルか。いい報告よ。エタの容態が安定したわ。週末には退院できそうよ。そうか、よかった。ええ、まずは一安心だけど、主治医の先生に言われたわ。もうあまり無理はできないと。エドの心臓は過度の緊張やストレスが負担になるって。心配かけるなってことか。そうね、そういうこと。あなたの方は何か進展があった？今はまだ特に報告することはないが、調べてほしいことが出てきた。何？レックス・フォスターの関係者についての調査だ。調査対象はジャック・グリーン。もしかすると1967年に失踪しているかもしれない。ジャック・グリーン、1967年。わかったわ、調べてみる。何かわかったら連絡するわ。頼んだ。ジャック・グリーンのことはレイチェルの報告待ちだな。そうだ、忘れないうちにシドニーから借りたレコードを返しておくか。ジャック・グリーンって人名だったのね。何か施設の名前かと思った。出ます。レコードを返すので下に降りよう。つうことで階段。エレベーターまだ使えないよね。ラッキーズカフェ。パトリス夫人は一人で寂しくクリスマスかしら。入ります。あ、いるね、マスター。話そう。マスター。やあ、アイドさん、昨日はありがとう。俺も楽しかったよ。おかげでいい思い出ができた。この店の最後のイブのな。俺もだ。何か食べるかい？いや、いい。今日は昨日借りたものを返しに来たんだ。じゃあ返そう。シドニーのレコード渡す。俺はシドニーに借りていたレコードを渡した。ありがとう。聞いてくれたのか？ああ、あれから一晩中聞いていた。そうか。俺の趣味じゃないが、心にしみるメロディーだった。おかげで柄にもなくセンチメンタルな気分に浸れた。俺の趣味じゃないがって言わない方がいいと思うけど。たまにはいいだろう、そういうのも。ああ、たまになら。そうだ、ハイドさん、あんたに話があるんだ。なんだ？実はな、
どうした？ためらってるね。なんだ？はっきり言ってくれ。あんたに頼みたいことがあって。ニコールのことなんだ。ニコールがどうかしたのか？昨日の夜、帰ってきてから俺と口を聞かないんだ。今朝から一言も話してない。いくら俺が聞いても何も答えないんだ。もうお手上げだ。それで？あんたからニコールに聞いてみてくれないか？一体何があったのか、なるべく優しく聞いてくれ。あの子はああ見えてナイーブなところがあるんだ。ニコールは今ビリヤード場を掃除している。頼むよアイドさん。ん？なんで口聞いてないんだ。ビリヤード場にじゃ行きます。ん？すぐそばにいた。掃除してるね。話そう。ニコール、あら、もう機嫌悪いね。ごめんなさい、今掃除中なの。はあ、ため息ついてる。そこも。ニコール、マスターが心配してたぞ。マスターのことでまだ悩んでいるのか？こっちを聞きます。ニコール、もしかしたらマスターのことでまだ悩んでいるのか？そうよ。イブの前にハイドさんに相談したあのこと。ねえハイドさん、パパに聞いてくれたの？好きな人がいるかってこと。そのことについて直接聞きはしなかったが、マスターの気持ちはなんとなく分かった。なんだ、ちゃんと聞いてくれなかったんだ。なんとなくとか、そんな返事いらない。ニコール、だってこれが最後のチャンスかもしれないのに。ああ、やっぱりダメなのかな。あの時の約束なんてパパはきっと忘れてるんだ。何か約束してたのか？最後のチャンスってなんだ？ニコール、最後のチャンスってなんだ？パパとママがもう一度一緒になれるチャンスよ。このままパパが引き止めなかったら、ママは来年ボストンに行っちゃうの。だから今年が本当に最後のチャンスなの。ニコール、君はパパとママの復縁を望んでいるのか？そうよ。私、パパとママがまた一緒になってほしいの。ずいぶん前からそう思ってるわ。そうか。ハイドさん、私ね、昨日の夜ママと会っていたの。ボストン行きの話もその時聞いて、それでママに頼んだの。パパともう一度やり直してくれないかって。でもママはこう言ったわ。パパのことは今でも好きだけど、ラッキーズカフェには戻りたくないって。ラッキーズカフェにはいい思い出もあるけど悪い思い出もあるから。もうなくなるけどね、ラッキーズカフェは。それを思い出すのが嫌なんだって。悪い思い出？パパの借金のことよ。借金があるんだ。
ママは言ってたわ。パパと仲が悪くなったのはお店が大変になった時、ママが一番借りてほしくない人からパパがお金を借りてしまったからだって。パパとママが別れることになった最初の原因はそのことだったって。借りてほしくない人ね。あの時の約束ってなんだ？ニコール、あの時の約束ってなんだ？ママが出て行った後、パパとして約束よ。マスターと何を約束したんだ？ママがいなくなって最初のクリスマスのことよ。寂しいクリスマスだったの。パパはお店が忙しくて、私は一人ぼっちで、私夜中まで起きてパパが帰ってくるのを待ってたわ。パパは少し酔って帰ってきた。そして待っていた私を抱きしめてこう言ったの。ニコール、幸せになろう。今日から二人で幸せを探そうって。パパはお前に約束するよ、一緒に幸せを探そうって。一緒に探す幸せか。パパ、その時無理して笑ってたけど、パパの目から涙が流れてたこと私知ってた。私には分かってたの。パパはママがいなくなって誰よりも悲しいんだって。だから私もパパに約束したの。私も幸せを探すって。ニコール、それはママとまた一緒に暮らすようになることなのか？噛みまくっちゃった。そうよ、私はずっとそう思ってた。でもパパはどうかな。忘れてるっぽいけどな。一番借りてほしくない人って誰だ？誰のことなんだ？君のママが借りてほしくなかった相手って。パトリス夫人よ。パトリス夫人だと？パパはパトリス夫人からお金を借りているらしいの。そうなんだ。ママはそのことをとても気にしているわ。ニコール、君はそのことを知っていたのか？知らなかった。そんなこと全然。ハイドさん、ママは最後にこう言ったわ。パパはまだその借金を全部返していないだろうって。バカみたいだね、私。パパとママがまた一緒になってくれればきっと幸せになれるって勝手に思い込んでいたけど、でもそれはそんなに簡単なことじゃない。簡単にうまくいくことじゃなかった。泣かないで、ニコール。人間ってやつは大抵年を取れば取るほど面倒な事情ってやつを抱えるようになるものだ。君のパパとママにもいろんな事情があるだろう。でももし二人の間にそれを乗り越えるだけの愛情が残っていれば、君の願いにまだ望みはある。望み？ああ、君のパパが君のママへの愛を持ち続けてる限りはな。ニコール、昨日の夜俺は聞いた。君のパパがどれほど君のママを愛しているかを。
ライドさん。ニコール、あまり考え込むな。君の思いはいつかパパとママに通じる。そしてきっと二人は自分たちでその答えを出す。それまで笑っていろ。君にため息は似合わない。わかったわ、ハイトさん。それにしても気になるな。